どうかお助けくださいエミュール様がおかしくなってしまわれたのですへぇ<ー>ま、まるで信用されていない。しかし本当なのです先日から急に別荘におこもりになられてしまって。休暇が欲しかったんじゃないか最近失政も頑張ってたみたいだし。 またこっそりと自分の銅像を作ってるのかもしれないぜ。あいつ彫刻作りとかも好きだろう。いえ、それが、そういった芸術活動もぱったりとやめてしまわれたようなのです。おまけに、心配して様子を見に行った兵たちまで、会えなく追い返されて。その日の気分で追い返すのもよくある話だろう。 腹痛とかで、単に虫の居所が悪かったんじゃねえかそれは確かにありえますが。しかしやはり、どこかおかしい気がするのです。我々を追い返す手こそ力がこもっていたものの、お顔はやつれ。まるで、幽霊にでも取り憑かれたようで。幽霊さすがにそんなことはないんじゃないかな。 気持ちはわかるけど、サボアたちは心配しすぎだよ。そうそう。一回落ち着いて様子を見てやれよ。エミュールだってガキじゃねえんだからさ。皆様。確かに考えすぎでしょうか。我々は心配性すぎるとエミュール様にもよく言われますし。先日も別荘を訪ねた我々に対して、 こううおおっっししゃっておりました。た思うわ優れた心がけなれど我が身を顧みずともよいのだ皆心身を休めよ他ならぬエミュール様ご自身がそうして我ら兵士をおもんぱかってくださるのですきっと。 大丈夫ですよね。そういうことだ。エミュール自身が昭和なんたらって言ったんなら。いや、待ってめちゃくちゃおかしいじゃねえかエミュールがあんな難しくてまともなこと言うはずがねえなんにも大丈夫じゃねえぞ絶対なんかに取り憑かれてるってなんでそれを早く言われんだ 先ほどから大変なことにと申し上げておりましょうというか、驚くのはそこなのですかそりゃそうだろうサボはこそ、そんな異常地帯を喜んでる場合じゃねえぞマジでそうだな。もしかしたら本当に、何か良からぬ力が働いているのかもしれない。ええ、うん、放ってはおけねえよ。 正常から助けを出してやろうぜ。でも、誰が行こうか。俺が行くと多分警戒させてしまうだろうし。そうだな。誰かエミュールに面が割れてない奴に様子を見てきてもらえるといいんだが。 合唱団の公演を見てもらったことがあるんです。エミュールさんは覚えてないと思うけど、あの時褒めてくれたお兄さんが大変なら見過ごせません。ピアチェ。ううん。その気持ちは嬉しいけど、子供一人で調査に行かせるのは。ならば私が同行しよう。 ドディアーク気持ちはありがたいがドラゴンに潜入調査は目立ちすぎて無理だろううーんではこれならばどうだおおお前も人の姿になれたのか うーん。五竜の力といったところだ。この姿ならば潜入もできようああ、問題ないし、心強い限りだよ。でも、どうしてゾディアークがそこまでしてくれるんだ我が魂と融合したアローラスが、こう、 ジじておるフ不安を解消してやりたい。父上がそうか。ならぜひお願いするよ、ゾディアック。あと問題はどうやってエミュールに近づくかだけど自分の部下でさえ追い返すんだもんな。普通に言ったら門前払いだ。じゃあ 裏からこっそり侵入するとかかそれが意外と警備が手強いのです。別荘付きの執事長の目が厳しくて。勇士で一度侵入を試みたのですが、あっさり見つかってしまいました。侵入は難しいでしょう。あとは退去して攻め落とすしか。うーん、困ったな。 何が起こっているのか分からない以上、あまり警戒を煽るような真似はしたくない。どうにか穏便にエミュールに近づきたいものだけど、何か妙案はないものかなございますよ。妙案。うわぁだ、誰って、エドワードイエス、マイマスター。あなたの完璧な出自の、 エドワードでございますあ <laughs> 君は相変わらずだなそれで妙案っていかに人払いをしようと生活能力のないエミュール様には絶対に手放せないものがございますすなわち 身の回りの世話をする。私ども使用人です。ああ。ですので、使用人として、正々堂々真正面から入ればよろしいかと。確かに、妙案ですしかし、一体どうやったら使用人になれるのですかそこはそれ。 ゲイは道によって賢しでございます。私、使用人の職場圧っ組合にコネがありまして。手続きは私の方で何とかいたしましょう。そして、使用人としての振る舞いも、私が完璧に指導します。とはいえ、短期間の指導には限度がありますので、私が講師役として潜入に同行いたしましょう。エドワード。 それは心強いな。でもいいのかそんなにやってもらって。ええ。近頃は我が主も立派になられ、私がつきっきりで指導することも少なくなりましたから。次なる私の完璧な仕事は、主の悩みを解消することにあり。そう感じたまでですよ、マイマスター。エドワード、助かるよ。 よろしく頼む。それにピアチェとゾディアークも任せたぞ。はい。必ずエミュアさんをお助けします。任せよう。私も人の流儀に寄り添い、力となろう。お二人とも良い心構えです。では早速、使用人修行と参りましょう。 ですか。当然です。使用人の基礎は一長一席では身につきません。潜入の日取りが決まるまでに、基本的なことは一通りできるようになっていただきますよ。わかりました。全力全開、頑張ります。うん、マイルド。 いよいよこの時が来たか。はい。修行の日々を乗り越えて無事に採用通知もいただきました。今日からこの別荘に潜入です。エドワードのおかげだな。今ならば無事に使用人として潜入できよう。頼もしいですね。 お二人とも、数日間とはいえ、指導した会があるというものです。その成果、存分に振るってくださいませ。では参りましょう。エミュール様に起きた異変の真相を暴きに。<laughs> また来た。 エミュールよ。 うーん、エミュールよ。うーん、エミュールよ。使用人道、奥が深いな。